皆さんこんにちは。卓球ライフサポーターのカピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはこちらです。カピー的試合の見方についてお話をしたいと思います。試合の見方って言ってますけど、練習とかでも映像とかでも見る方法が実は2つありまして、この2つ知っておくとですね、分析力がめちゃめちゃつくと思います。あとその分析力、じゃあ何の分析っていうかというと、当然相手とか、自分のですね、戦術とか、あと僕の中で今重要視しているのはその体の使い方とか、そういうところが見方がね、こうさっき2つあると言ったんですけど、それがね本当深く分かるんじゃないかなと思って紹介をさせていただきます。まず一つ目はですね、一つ目は大体皆さんやってると思うんですよ。外から見て、当然外から見るんですけど、相手の対戦相手をとかをこう見て、こんな感じで試合進めるんだ、フォア強いなとか、サーブすごい切れ取りそうだなとか、分かりにくそうだなとか、そういうことを分析すると思うんですね。それで例えば一つの技術としたら、こういうふうにボールを捉えてるんだとか、こんな感じでボール飛んでいくんだとか、そういうふうに見てると思うんですよ。でも僕が今回おすすめしたいのはですね、ここちょっと注目ですよ。二つ目、相手の脳みその中に入り込むっていう見方があるので、ちょっと怪しいんですけどね。これ言葉が正しいかわからないんですけど、ミラーニューロンの法則っていうのがあるんですよ。ミラーニューロンの法則、これググってもらったらこれ出てくると思うんですけども、実はこれミラーニューロンってモノマネ神経なんですね。例えばですね、そのモノマネ神経、皆さんね持ってる能力なんですよ。例えばどういう時に出てるかというと、ドラマとか映画で感動的なシーンがあるとするじゃないですか。その時に涙がバーってその主人公の気持ちと自分の心がこうリンクし合ってわーってなったりとかですね、すると思うんですよ。僕ね結構バーってもらい泣きしちゃうんですけどね。そうとか、そのあと怒ってる場面を見てしまうと、こっちもちょっとグワーってね、こう冷静でいられなくなっちゃうとか、あれも全部ねミラーニューロンのね、そういう法則によって生まれてくるんじゃないかなって、はい、思ってます。その法則を卓球見るときに使うんですね。じゃあどういうふうに見るかっていうと、例えばA さんと B さんが試合をやってますっていうふうで、で本当全体の流れを見るっていうのが皆さん大体なんですけど、そうじゃなくて、例えば自分の憧れの選手が A さんだってした場合、僕だとペンなので、前だったらもうユスミンとかですね、大好きなんですけどね、ユスミンのこの動画を見るときにですね、ユスミンの脳の中に僕入り込むんですよ、ズバーって。そしてユスミンのビューで相手が、ちょっと誰にしようかな、クレアンガとかにしようかな、ブン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 振ってくるクレアンガにしようかな、その構えてるクレアンガが見えるんですよ。ユスミンのビューなんで、でその中でサーブを出してクレアンガがこうグーンってきたのを回り込んでカウンタースコーンっていくとかっていうのをユスミンのビューで再現するんですね。そうするとそのボールが行き来してるとか、ボール威力とか回転量とか、その時のユスミンの体の動きとか、その関節がどう動いてどのぐらいの負荷がこう分散してるのかとか、そういうのも分かってくるんですよ。そうすると僕とユスミンの違いっていうのが分かるんで、当然違うに決まっとるんでついていけないんですよ。とかね、そういうのもね分かってくるんですよ。でそのミラーニューロの法則を使うと、相手の心理的になぜここにこのサーブを出して、なぜこういう攻撃をしてやったのか、でその後の仕草までも自分の
自分もその脳みその中にガッて入り込んで、例えばガーって決まってよーっていうところも入れて、で次どうするんだとか、失敗してあーとかなってる中もこう入り込んだら、なんであーになってるのかとか、そういうところも見えてくるんですよ。結構ね危ないです。はい、これね、まあ、僕今卓球っていう話でやってると思うんですけど、これ全てのところで使える能力なんですよ。ミラーニューロンの法則っていうのは。そう。ちょっともう一回おさらいしますね。外から全体を見る見方と、特定の選手の脳の中に自分が入り込むミラーニューロンの法則を使ったやり方っていうのもあります。もう一個言うと、そのミラーニューロン使って何かというと、その体の動きも何だか自分で分かるって言ったじゃないですか。そうすると相手苦手なところも見えてくるんですよ。例えばもう、まあもうバレてるんで、もうぶっちゃけ言いますけど、僕バック苦手なんですよね。なんで僕のバック詰めたら全然勝てると思いますけど、まあでもそこ待つんですけどね。そうそう、まあ、なんとなく、まあ、僕のプレーの中にピッて入り込んだら、ああ、それはバック難しいでしょっていうのもね、なんとなく分かってくると思いますよ。うん。まあ、バック強化しますけどね。その辺はまた確認しまったらいいかなと。対戦者確認しまったらいいかなと思いますけど。それで、アドバイスをするときにでも、ただただ外から見た状況じゃなくて、外から見た状況っていうのは、同じ技術でも、やってる選手と見てるこっち側って視点が違うのでマッチングするわけないんですよ。なので適切なアドバイスをしようと思ったら、その見てる選手の脳みその中に1回でも2回でもいいんでポーンって入り込んで、あ、こういう状況だからこういうことしたんだなとか、とか、あ、こういう状況だからなんでこっちやったんだろうとかっていうのをちょっと深掘りをして見れると思うんで、多分アドバイスとかもしやすいんじゃないかなって思うんです。で、しかもこれってそのリアルなところで思うのって結構やっぱ難しいんで、バーって入り込んでやったことをまた巻き戻してゆっくり丁寧にその場をスローモーションで頭の中で再生させると、ミラーニューロンの中でスローモーションで再生させてあげると、また深掘りしてこうだからとか、その長所が分かったり欠点が分かったりとかするので、アドバイスとかもすごいしやすいんじゃないかなと思います。これ誰もが持ってる能力、ミラーニューロンの法則なんで、ぜひぜひちょっとググってもらって自分の中に取り入れてくれたらいいかなって思っております。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございます。